京赤坂の TBS ラジオから生中継中。ライムスター歌丸。アフターシックスジャンクション。ミュージックゾーン。ライブ&ダイレクト。さあ、ここからは毎日ライブや DJ プレイなどさまざまな形で音楽をお届けするライブ&ダイレクトのコーナーです。今夜は5月10日に EP トカちゃんケンちゃんをリリースしたラッパーのトカゲさんとフランケンさんが番組初登場です。お電話つながってます。お二人もしもし、こんばんは。もしもし、こんばんは。あれ、聞こえてるかな。はい、どうも、よろしく。はい、フランケン聞こえてるのかな。はい、フランケンはダメっぽいっすね。フランケン死んだ目で、死んだ目のズーム画面が見えてますけど。はい、トカゲさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。はい、どうも。大丈夫かな。まあ、じゃあちょっと繋がったらね、後ほどやりますね。改めてお二人のプロフィール紹介しておきましょう。はい、トカゲさんはラックエンドのリーダーとして20年のキャリアを積む東京ヒップホップシーンの生き字引です。作品を出す傍ら、数々のメディアにも出演するオリジネーター、そしてバナナジュース専門店トカバナナのオーナーとしても活動中です。続いてフランケンさんは16歳からマイクを握り、ラップ歴24年、フリースタイルを武器に MC バトル、テレビなどで活躍する傍ら、ラジオのパーソナリティとしても活動しています。また豊洲市場の魚屋さんとしての一面も持ち、魚とマイクの二刀流で世界を狙っていると。そして5月10日に2人による EP トカちゃんケンちゃんをリリースしました。はい、改めてトカゲさん、そしてフランケン、つながったかな。フランケンダメっぽいね。ビール、もうさ、今レモンサワーかなんか諦めて、なんかさ、レモンサワーかなんか飲んでんだけど。いや、金麦飲んでますね。金麦か、金麦か、はいはい、金麦飲んでます。顔が赤くなってます。フランケン、フランケン、じゃあちょっと、あ、手振ってる、見えてはいるんだね。じゃあ、はい、うん、まあ、じゃあちょっとトカゲに話聞きますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、あの2人って割と、はい、あの前から曲とかでちょいちょい絡んだりしてますもんね。あ、ずっと前からやってます ね。あの同年代で、もう20年前から知り合いなんですけど、うんうんうん、ここに来てこの2人で EP 出したのはなぜなんですか。あ、なんかもうお互い、フランケンが結構その楽曲作るときに、うん、あのヒントをくれとかいろいろ言ってくるようになって、うんうん、それで、あ、じゃあもうこういう風に一緒に曲作るから、一緒に曲作るかみたいになって、うん、軽いノリで始めたんですけど、はい、それまではあの何曲か一緒にやってたんですけど、うんうん、全然つながってないですね、フランケンは。なんかやっぱあの、ね、フランケン、あとでつながるといいけど、あのやっぱ話早い2人みたいなとこあるんですか。話早いですね、うんうん、今回の EP も多分 2、3週間で。あ、マジで。毎週水曜日集まるっていうのをやってたんですけど、うんうんうん、仕事とかもしてるからね、はい、うんうん、水曜日の3回目で出来上がりました。すげえなー。あ、そうだ、あとそうだ、トカゲには言っとかなきゃいけない、あのハゲててごめんね。おー、うたまるハゲ、うたまるハゲ、知ってた、知ってた。そこだけ取り出すとすごい誤解招くから。あ、すいません。全体がね、すいません、知ってたんですね。はい、もう知ってますよ、それは。聞いてますよ、そんなもん。知って、聞いてるよ、そんなもん。ハゲロっていうね、あのいろんなラッパー、ハゲロハゲロっていうひどい曲があってね。ひどい曲で、俺絶対聞いてて、あ、これ絶対落ち着かれるべと思って聞いたら、案の定ね、ありがとうございます。すいません、本当に。ありがとうございます、本当に。あ、フランケンさん繋がったみたい。もしもーし。もしもーし、歌丸さん、マジで操作です。はい、どうもどうも。マジで操作来た。今日はお呼びいただいて、本当に誠にありがとうございます。いや、こちらこそです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。今、ちょっとトカゲさんに先に話聞いてたんですけど、やっぱり、二人、はい、あの、なんていうの？あの、いろんなラッパーともちろんやってるだろうけど、話早い二人っていうところやっぱあるんですね。はい、そうですね。話早いし、人間的に出来上がってますね。人間的に出来上がってる。いや、もう本当に、お互い精神異常者なんで。いや、何を言ってるの？ちょうどいいあのね、いや、そう、あの、全然、あのね、その、いい、ラッパーとしてはいいことなんだけど、俺今日、その、ちょっとさ、ヒヤヒヤしてたのさ、あの、新しい EP で、おい、この曲やる気かよ、みたいな。いや、それやって、カットされてたんですけど、それって結構、その、今、タイトル言ってもいいものなんですかね。あ、いいよ、タイトルだけ。うん、今日ね、本当はEP の中に トイレでオナニーっていう曲があったんですけど。ね、いい年してやめてくださいよ、本当に。何言ってるんですか、歌丸さんもよくやるじゃないですか。トイレじゃしないよ、バカ。うん、でも、そうね、でもね、それはちょっと控えていただくのは、まあいいとして、すごいね、実はお二人にめちゃくちゃいいメールが来てるんです。それを読んだら、やんなくてよかったってことになると思うよ。ちょっと、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとあの読ませさせていただきます。これ本当、はい、でも本当にあのちょっとリアルにシリアスなあのメールなんで、はい、ハゲムボンさんです。ハゲムボンさんか、ハゲムボンさんです。ハゲムボンさん、番組冒頭で今日のライブ&ダイレクトの紹介を聞いていて、保育園神というフレーズに来ましたと、うん、というのもに驚きました。というのも私は保育士として10年以上働いてきて、今年から小さい保育園ですが園長を務めていますと、保育士として低い給料で働き続け、男性保育士ということで片身の狭い思いもしてきましたと。で、昔に比べれば現場の状況は少しずつマシにはなってきましたが、まだまだ憤りを感じることばかりと。で、そんな中で先ほどの保育園神というフレーズを聞き、急いで Spotify で検索し、歌詞を見ながら聞いてみると、保育園の理解と感謝の言葉でいっぱいでしたと。これなんです。こういう言葉に励まされ、やりがいを感じ、明日も頑張ろうという気になれるんです。電車で聞いていたので込み上げる涙をぐっとこらえてこのメールを打っています。こんな曲を作ってくださり、一保育士として感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。本当に元気が出ました。これはいい、よかったじゃん。ありがとうございます。あの歌丸さん、はい、あの曲をカットしていただいてありがとうございました。いやいやいや、ダメです、混ぜちゃまずいですね。混ぜるな、危険ですね。ねえ、いやでもね、あの、うん、フランケンは EP を出すときに、うん、あの保育園神より、はい、トイレでオナニーをこうしてくれるよう、あの何度も何度もタイトル言わんでいいから、ね、はい、まずいですね、うんうん、でも保育園神は本当にあの保育士さんと保育園への感謝を込めて、うんうん、とても作った曲なんで、でも本当に実感で書いたんですもんね。あ、ありがたいですね。ね、あの本当にそうですね。本当に普段思ってることを書いたわけでしょ、その小座ってあの歌丸さん、うん、これって、うん、トカゲと僕ってあのスタジオ入るじゃないですか、はい、あのその場で書くんですよ、うんうんうん、でもう現在の本当に状況をそのまま30分ぐらいでバーって書くから、すごいな、嘘を偽りない、うん、本当の気分、僕なんて言ったら、うん、いいとこ何も考えない、とりあえず言いたいことバーって、うんうん、いやそれいいと思う、歌って歌ってみたらもうインフン出るみたいな、それはもう、ね、20年以上やってればそうなってくるじゃないですか、うん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 、だからもう保育園カメに関しては本当にリアルな気持ち、うんうんうん、のだからリアルだからこそやっぱみんなに伝わるのか、うんうん、自分も今日 DM とかで今日だけでもまだ 3,4 件来てますから。あ、本当、あ、そうなの、やっぱ反響あるんだ、ね、そうすごい、いや反響というかすごい本当来るんですよ、ありがとうございますとか、あの女性のお母様から、うんうん、あの保育園の先生に、うんうん、これを聞いてくださいって言ったら喜んでくれて、うんうん、私が普段言えないことを言ってくれてありがとうございますとか、うんうんうん、だから本当良かった、ね、うんうん、だってふざけた政治家よりこっちに金ちゃんと払いたいってね、うん、本当そういうことだよね、うん、税金ね、本当そうなんですよね。だから結局、この曲が世に広まってくれれば、うん、なんかこの保育法改正とかになるかなと思って、うんうん、それがあってめちゃめちゃ広がってほしいなと思って、うんうん、いやすごい、すごいいいと思う、あのこれはだからすごいいい曲作ったねってことだし、うんうん、だからその EP のね、そのとある曲には目をつぶっていただいて、目をつぶりましょう。逆にさ嘘偽りないですからってさ、え、じゃああれもかいっていうさ、あれはフランケンだけ嘘偽りだし、おめえふざけんなよって、ね、それもだからね、人間だからね、人間フランケンだからね、はい、それはね、うん、歌丸さん、ね、申し訳ないですけど、もしよかったら保育園神、うん、ね、おこがましいですけど広めてください、よろしくお願いします。いや、もちろんだから今日この番組でやってもらうのすごい意義あることだと思ってます。うわー、嬉しい。あとさ、知名度あるけど、はい、ってさ、あれもすごいよね、なんかすごいですよ、もうなんかストレートにもう何でも正直に言おうと思って、うんうん、なんか俺たち知名度あるんですけど、やっぱりこすられキャラなんでやっぱさ、そのディスクばっかりよって、別に金は稼げてないみたいなのってあるかもしれないもんね、それはね。特に今時のさ、ネットシーンでそのバズるのバズんないとってさ、それ直で金になるわけじゃねえしみたいなさ、そうなんですね、ありますよね。はい、うん、もう僕なんてそういう一番痛い目見てるバカな例で、うん、甘いだけ有名になっちゃって金稼げてないようなオブになってね。でもさ、それそういうなんていうの、なんか悪名高いところでこういう保育園神みたいのがあるといいんじゃない、これはやっぱむしろ嬉しいですね、うん、なんかこう、明日生きる勇気になりました。いや、私も励みになりますから、こういうのね。励みになった。励みになった。あ、トカゲ変なとこ拾わないでくれる？うん、ハゲ。お前が。トカゲ変なとこ拾わない。うん、案の定、オチに使われてありがとうございます、本当にね、もうね。だからそこだけ連呼すると、俺の悪口言ってるだけの曲みたいになっちゃってるから、ちゃんとオチなんだからさ、ちゃんとね、前の EP も聞いてくださいってことですけど。あ、前の EP もね。はい、さあということで、はい、そんなトカゲ&フランケンね、本日はどんな感じのライブ音源になってるんでしょうか。家で撮りました、まあ、うん、トカゲのとこ行ってた、トカゲ話して、トカゲの、うん、
スタジオで、自分ちのスタジオで、うん、はい、撮って、あの本当に普通にパーッと撮った感じなんで、うん、ね、でもスピーディーなの羨ましいの、俺クッソ遅いから羨ましいです、それは、うん、ありがたいです、はい、まあ、歌丸さん、うん、トカゲと僕、まあ、あの B 型なんで、うん、列並べない人間なんで早いんですよ、俺も B 型だから、あれやった B 型感じに取った全然説得力ないから、あれ B 型で遅いって珍しいですね、血のせいにしてんじゃねえよお前歌丸さん B ですか、うん、B だよ、あら、うん、あの、まあ、身のない会話はいいんだもん、身のない会話はね、ありがとうございます、はい、ということでトカゲとフランケンのスペシャルライブ音源をお送りします。あのお二人またライブ音源聞いた後にお話を伺いますんで、後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。 ということでトカゲ&フランケンスペシャルライブ音源です。ぜひ皆さんリアルタイムでの感想お待ちしております。メールアドレス歌丸アットマーク tbs.tosio.jp 歌丸アットマーク tbs.tosio.jp までお願いいたします。もちろんあの先ほど話題になったあの曲も入っていますので、うん、楽しみにしてください。あの話題になったあの曲は入っていませんのでご安心くださいそれでは行ってみよう。イエーアフターシックスジャンクションチェックシロマファカートカゲ&フランケンだぜ。よマジでそうさ、歌丸さん呼んでいただきありがとうございます。パイエー、今日呼んでくれてありがとう歌丸。イエイエイエートカちゃんケンちゃんリリースされてるぜ。よマジでそうさ、あと一杯ぐらいビール飲みたいぜ。イエーチェックシロ TBS レディオアイわわ。死ぬ気でやってみ死なねえからさ、死ぬこと以外かすり傷だから、どうせ一回の人生ならば意地もプライドも捨ててがむしゃら、思ったよりも頑丈な体、24時間回してく頭、それでも足りねえもんがあんなら補ってくれる隣や仲間。連日現実に負け夢、諦めた奴らの負け惜しみがこだまする、余計な概念すべてする、出てくる打たれる当然の挑戦、心しみる根性論、東京下町見せるの根性、語るだけ語って行動、伴わない口だけマダファッカー、嫌なことあればチリアスばっか張ったりばっかり、並べて乗り調子いいこと言うお前にがっかり、でも俺それ信じちゃったりマジだり、フォント耳障り、座標が相棒、求める回答夢失うものも数知れず、だが明日見てるから走り出す、エンドレスで続くロードレス、俺らに3回はもう死んでる、でも生き返りなんとかなると信じてる、三日三晩寝ない日も、お袋された日も心折れず生きてる、いつだって死ぬ気、時にはチリヒン、敵止まった部屋でかじるスパゲティ、仕事はハスリンかドカチン、敗戦のしごき疲れた体にむち打ち、暗くてもなければ立てられなかった、でもラップだけは諦めなかった、死ぬ気でここまでやってきた過去、やろうはバカ野郎、死ぬ気でやってみ死なねえからさ、死ぬこと以外かすり傷だから、どうせ一回の人生ならば意地もプライドも捨ててがむしゃら、思ったよりも頑丈な体、24時間回してく頭、それでも足りねえもんがあんなら補ってくれる隣や仲間。ポッポッポッ、いや俺たちいくつになっても知名度あんの、全然金が稼げねえ、どうなってたのね、はい、マジで俺この企業の仕事やりたい、ラップだけで稼ぎたい、みんなで行くぞ、yeah. なぜだか俺たち知名度あんのに金が稼げてない、そこらの若手よりもフォロワーいんのに納得いかない、身を削ったり叩かれたりバズった時だけピエロ扱い、フランケンはしてる勘違い、今のままじゃ俺たち稼げない、じゃあどうすりゃいい、とりあえずやめるか酒飲んでバカ騒ぎ、俺たちやっぱり誰から見たって人間性に問題あり、数々あったでかいチャンスだっててめえのせいで全て白紙、それでもやっぱり行い正せない、俺たちは大人になれない、周りからフランケンがっつり稼いでるよねラップでって言われるけど、それだけじゃ成り立ってねえから、市場で社員でワークしてるぜ、自分の YouTube チャンネルじゃ再生回数全然回らねえのに、他のチャンネルやショートで回りまくってるから、頭ショートさせて錯覚起きてるだけだぜ、職場でも路上でもどこでも写真撮ってくださいって、人気者面の陰金魂下がらないぜ、あいたくちキャラ先行しておかしくなってる、今でも敵のトイレでおなってる、勘違いどすかなり終わって、知名度あんのに俺たちお金を稼げない、奇抜な動画回るけど曲は聞いてもらえない、
ズルがハマればきっといけるよ別世界。だからやり続けるしか俺らに道はない。金のためなら何でもするってスタンス俺なら変わらない。リアルじゃガタガタうるせえ穴には一切耳は傾けない。テレビ出ないとかフェスは出ないとか言ってたけど手のひら返ししてるやつより全然マシ。ガリバンな俺たち間違いない。芸能人ともから見たい炎上したって俺は構わない。スタイルが美学だ抜かしてくすってる老害やなりたくない。数字や金は稼いだ後に数字や金じゃないと言ってみたい。こんな俺らとから見たい人に言っとく金ください。警察にフリースタイルかまし動画が優に100万超え。なのに国のミュージックビデオ10万以下かなりいかつい現状検討なし。神様お前一体何様、曲で稼いで1000万とかそうすら人生バラ色。茨道を未だに上がったり下がったり回ったり回らなかったり再生回数に喜怒哀楽がっかり。バトルのガードマンのまでの動画見てるやつがみんな聞いてくれたら今頃浮かぶか。なのに曲聞いてくれない現状はマジでかなり辛い。知名度あんのに俺たちお金を稼げない。火花な動画は悪けど曲は聴いてもらえない。パズルがハマればきっといけるよ別世界。だからやり続けるしか俺らに道はない。俺らやり続けるしか道がねえって話だ。だけどな、知名度がねあんのになんで金稼げねえって話だぞ。まだファッカー、俺たちラップやって24年だぜ。いえ、こんな曲も歌うけど、最後はマジで俺たち、な、本当に、子供育ってるパパ、そして、そのパパ、ママ、いろんな人を助けてくれる、保育園の先生、保育園、すべての保育士にリスペクトを送って、最後この曲で締めさせてくんで。マジでそうさ！いえ。イチャラク、保育園、保育士、すべての環境の人に注げ。いつもありがとうございます。人一人で子供一人見るのだってほんときついのに、血のつながってない他人の子、責任持って注いでくれる愛情。いろんなこと学ぶんだろ、家じゃ学べないことももろもろ、かけがえないともつくもの心、初めて触れる社会がここ。月から金朝から晩、合わせながら細かいとこまで見てくれる、そんなあなたたち国の宝だわ。クソな政治家に金払うなら保育士の給料上げてくれや。神は信じねえけど保育園は神、いつも感じるありがたみ。保育園神、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 子に植える愛。保育園神、保育園神、保育園神、子に植える愛。保育園神、保育園神、保育園神、子に植える愛。朝5時起床、嫁と息子は起きる6時半までの間に、部屋の掃除、洗濯の余地なし、やるしかない。仕事やりながら育児ラップする暇ない、もうラップできない、タップするしかないと思ってた時もあったが、保育園に助けられた。朝の9時から4時、時間が空いた。マジでやるしかないな、時間無駄にできないな。スタジオついて速攻で書くリリック、フリースタイルモード、今日ももう午後3時、ビビるラストワンバース、レックしてジュニア迎えに向かう、そんな日常。保育園神、保育園神、保育園神、子に植える愛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 。世間じゃクソな保育士が子供に虐待にいたずら、耳が痛くなる、なぜそんなことできんだ。俺はほんと恵まれてんな、いつも笑顔で帰ってくる、息子の顔見れば信じられる。愛のある保育園に感謝、もっとならなくちゃな、いいパパ。ありがとうございます。おかげさまでラップ活動できています、感謝しかないです、まさに神です。時間遅れ迎えに行ったりしてすいません、気をつけます。これからも息子よろしくお願いします。体調に気をつけて仕事頑張ってください。保育園神、保育園神、保育園神、子に植える愛。
くれる愛。やったありがとう。いい曲ですわ。ね、すごいいい曲、名曲だよね、もうね。本当に。これ、そんなサクッと撮った、いや、本当にだから心から思ったことを、うん、あの曲に落とし込んだって、うん、でも、ちゃんとこれ曲のクオリティとしても高いし、うん、これサクッと作ったら相当すごいと思いますね。うん、まあ、どん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 聴かれる曲になっていくといいですね。うん、トカゲ&フランケンスペシャルライブ音源をお送りしました。お二人ありがとうございました。お知らせの後、再び二人にお話を伺います。そして皆さんから届いた感想メッセージ、まだまだ間に合いますので、ぜひぜひ送ってください。宛先はローマ字で、歌丸アットマーク tbs.co.jp、 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。アフターシックスジャンクション、この時間はライブ&ダイレクトをお送りしています。今夜はトカゲ&フランケンスペシャルライブ音源をお送りしました。トカゲさん、フランケンさん、ありがとうございました。やば、ありがとうございました。マジでそうさ、マジでそうさ、ね、もうビール2本目になってます、うん、トカゲさんね。え、俺はあ、3本目、いろいろあります。あ、いろいろあげてんのね。楽しそうで何より。あの、歌丸さん、うん、僕あれなんですよ、うん、あんま飲めない理由としては、うんうん、この後0時30分から糖質所で仕事っす。ああ、そっか、そっか。そうなのね。僕、午前の11時に終わって、うんうん、3時間仮眠取って、うんうん、息子迎えに行ってお風呂入れてから来ました。そうか、そうだよね。で、仕事も早いから。じゃあ、そう、この時間ちょっとね、出てもらってありがとうございます、本当ね。いや、ありがとうございます。本当にね、もう、フランケンも私も、もう本当に、めちゃくちゃ専業主婦なんで、うん、うん、ね、こう見えるから。そうだよね。でもそういう実感があるからこそ書ける曲もあるし、実際本当に保育園かみマジ名曲じゃねえ、やっぱ今ちゃんと聴いても。歌丸さん、歌丸さん、歌丸さん、いっぱい俺の名前をいっぱい呼ぶな。歌丸さん、歌丸さん、歌丸さん、僕歌丸さんのことはもう大丸さんなんて僕15歳からずっと知ってるんですけど、うんうん、一番初めて生歌丸さん見たのは16歳の時の六本木の寂しいもんないそうです。からね、あ、マジか、そんなとこで。そこでだから歌丸さんがキャリー MC やってて、フランケン、本当なのに、うんうん、フランケンなのにお前な、歌丸ハゲとか言っちゃダメだよ。お前だろそれ。それお前だろ。うんうん、ねえ、ありがとうございます。いやでもね、本当に超嬉しい。歌丸さん、本当ありがとうございます。歌さんもライムスターのアルバムおめでとうございます。はいはい、頑張って、我々も頑張っています。おめでとうございます。ありがとうございます。歌さん言いたかったんですけど、ハイパーヨーヨー入ってるじゃないですか。ゆかりんも自分の番組とか出てくれて。あ、そうだよね。フリースタイル、フリースタイルすごいやるからね、彼女もね。そうなんですよ。そうね、それですごい、俺言いたくて、アルバムおめでとうございます。うん、ハイパーヨーヨーもフューチャリングおめでとうございます。うん、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。我々の話までしていただいて。でね。いや、うん、メールがすごい来てるんで紹介していい？やっぱりそのすごい感動したって人いっぱいいるんで。ね、矢島さん、正直トカちゃんケンちゃんがアトロク登場するなんて全く思ってもいませんでした。真っ先に思ったのはトカゲさん、もしかして歌丸さんの前であの曲やるのかな。フランケンさん、何回マジで操作言うのかな。あの曲はさすがにやらないよね。うないさん大丈夫かなという不安。オープニングで早速歌丸さんから楽曲ハゲロの話や、カットされた曲について触れ合いで少し安心。さらにライブ始まってからもう不安とか関係なしでリアルライフが見える、とにかく2人の人柄までしっかり分かる楽しいライブでしたと。アトロきっかけで2人が音楽できちんとご飯食べられますように。あとね、オープニングトークで、オープニングトークでトカゲさんよりフランケンさんがまともな話してたのがなんか新鮮でした。トカバナナも美味しいよって、また来てくださいっていう内丸さんですね。ありがとうございます内丸さん。うん、どっちかがまともにいないと成り立たないですよ。確かにな。それはそうですね。僕は今日まとも側ですから。まとも側。はい。今日ね。その辺聞かせていただいて、うん、僕は、ちゃんと統率取ります。うん、はい。あとね、ちょっと本当に結構皆さんでもね、ガチの熱いメールが多くて、NSTRD さんも、冒頭のトーク、今日のライブでやろうとした止められた曲のタイトルはともかく、保育園神というタイトルに救われてリスナーさんのメールを聞き、いろんな面を持っていることが伺われる軽妙なやり取りを聞き、ライブをがぜん楽しみにして聞きましたと。いろいろ納得のいかないことや辛さを感じる日常、それらのライブが心に直接伝わってくるようでした。ね、保育園神聞くと本当に報われてほしいなと心から思うのでした。素晴らしいライブありがとうございましたとか、バクバクさんも本日のご出演に合わせて予習しました。トカちゃん、ケンちゃん EP 発売おめでとうございます。最高
このとにかくね、保育園神最高のエールですって、1曲目死ぬ気でやってみんな死なねえからさが撮影させました。自分自身一度死にかけた身なんで、あと保育園神、保育士の娘、保育士の娘も父である、私も涙が止まりません。放送中長女に送らせていただきました。今夜のライブありがとうございました。ね、だからラジオってこうやっていろんな立場の方が聞いてくださるから、あの本当にこういう曲やるのはすごい良かったし、そして本当に止めてよかった、本当に止めてよかった、本当に良かった、本当ありがとうございます。これ投げこれかけてたらとんでもないことになってましたね。ね、ちゃんと刺さるべきとこにね刺さる曲だからさ、ね、あのやっぱりもうぜひもっと聞いてもらいます。大先輩の言うことは聞くもんですね。本当だね。伊達にやっぱ考えすぎてハゲてないわけ、それはね。ハゲのせいだよ、乗っかってあげてんだよ。ありがとうございます。ね、ということで、ちょっと2人でからぜひお知らせ事などお願いします。特にちょっと、4月の8日に、ですね、渋谷キャメロットで発展オンニセブンっていう、MC バトルの大会があるんですけど、そこにうちのフランケンが、バトルで出て、総当たりトーナメントなんで6戦戦います。すごいな、総当たりなんだ。そこで初めてそのイベントでなぜかリリースしてもう2ヶ月経ってるのに初めてリリースライブを2人でやりました。やばいね。バトル出場してそのままライブやばいね、やっぱね。宇多丸さん、僕11時まで仕事してそのまま渋谷のトイレで着替えてキャメルと行って、バトル6戦やってリリースライブですから、ね、でまたね、そのお子さんのこんなまた面倒とかもあったりするから大変だよねこれね。いやでも言い訳言ってられないです。全部100%120%で完璧にこなしますから。うん、いやでもすごいことですね。だってヒップホップが好きなんですもん、当たり前じゃないですか。熱い、それは。なんでお前宇多丸さんに当たり前じゃないですか。申し訳ございません、宇多丸さん申し訳ございません。いやいやいや、いいの、いや嬉しい、それは、いやいい話、すごいいい話だし、すごく頭が下がるとこですよそれはね。そしてもちろんトカゲのフランケン4曲入り EP、トカちゃんケンちゃん絶賛配信中。今日やらなかった曲もね、それもまた人間のこの2人の一面ですから。私は正直耳を疑いましたけども。人間性まで疑ってないですよね。人間性疑ってるよ。ちょっと疑うだろう。疑ってるよ。何考えてる。疑われた。喜んで。宇多丸さん本当愛してます。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとう。ありがとうございます。ということで、お二人それぞれのリリースもまたお待ちしてますね。これに懲りず出てください。ぜひ。また出してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リリースパーティーとそのバトルも頑張ってください。頑張ります。ということで本日のライマンのダイレクト。マジで操作。ありがとう。ゲストはトカゲさん、そしてフランケンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また待ってます。ありがとう。はい、今夜のスペシャルライブ音源もう一度聞きたいという方はラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せますので、ぜひご活用ください。そして明日のこの時間はファースト EP インナーダイアルゴをリリースした4人組ポップスバンド レトロ理論が登場です。この後お知らせに続いて番組内番組様々な夢を帯びとインタビューし